はい、こんにちは、永田薫です。最近ね、 YouTube にさ、なんか仕事でのメールとかその依頼とかね、なんか問い合わせとかはここからみたいなの載っけてんだけど、まあそこからなんかいろいろ来るんだよね。なんで仕事関係だけじゃないのももちろん来るんだけど、なんかスパム的なものもね、あんまいっぱい来て、その中でなんか昨日かロシアのね、多分女性という方からね、要は惚れましたみたいな、多分出会い系なんで、私はで30歳ですと、でまだ一回も結婚もしてないし子供もいないよみたいなのが来て、英語でね書いてあるんだけど、すげえなと思って、そんなこと知ったこっちゃねえし、そもそもみたいな、もし付き合うんだったら相手が結婚して、あ、ダメだ、それはダメだ、相手は結婚だ、あ、そうですね、相手がバツイチだろうが何だろうがね、で子供がいようが何だろうが、そんな関係ないよっていうのは、まあそんな話はどうでもよくってですね、今日お見せしたいのはこちらです。もうだいぶ昔に買ったもので、恐縮なんですけども、元360を改めて見せていこうかなと思っています。というのも、つい先日 5.1 にねアップデートされました。 正確には 5.1.1 なんだけどもにアップデートされました。でそこで、まあ実際にね見せた方がいいと思うんだけども、こんな感じでね、しっかりとソフトウェア表示で技的通貨のマークが表示されるようになりました。ということで、堂々とね堂々とお話できるので、今回こいつをね見せていこうと思います。とはいえね、だいぶちょっと汚いっちゃ汚いんで若干お恥ずかしい部分もねあるんですが、まあそこら辺はご了承ください。よいしょ。ほい。まあもうね知ってるよね、円形のディスプレイを備えたスマートウォッチで、OS は Android ウェアということになっております。こういう感じだね。で、こっち側にね、リューズに似た、似せたって言った方がいいのかな。リューズに似せた形で、ボタンが一つあると。で、こっち側には、まあ、心拍のセンサーとか、ここがね、心拍センサーになってて、緑色に光ります。腕につけたりすると。で、こういう感じ。こっち側にマイクがついてる。はい。ほら、ね、これがあんま見せたくなってくる。汚くなってるでしょ、ここら辺ベルトが。これね、まあ、もちろん俺のね、汗とかね、そういうものもそうだし、こう、これをつけたままね、手洗ったりとかもしてるんで、それがね、こうなってしまうのよ。これはね、仕方ない。で、俺がこの買ったモデルは、グレーレザーのものです。うん。一応、レザータイプ。で、今後としては、一応これメタルの、ベルトにね、変えてしまおうかな、なんて思っています。結構、俺、そもそも革ってあんま好きじゃなくて。ただ、俺がこれを買った時には、革しかなかった。革しかなかったんだけど、早く欲しくて、その衝動を抑えられなかったがために、とりあえずレザーを買いました。買ったのは、ジェットストリームショップ。うん。あそこの人ともいろいろやり取りをしてたんで、ちょうどよくって、そこで買って、まあ今ちょっと値段変わってるかもしれないんだけども、当時38,000円プラス税だったかな。それで、買わせていただきました。実際、あ、送料かかってないんだよ。実際にうちの会社まで持ってきてくれて、そこでちょこっとお話もしてっていう感じだったんだけど、そこで買わせてもらっていました。今だと結構タイプが増えていて、これ自体はね、そのレザーも3種類ぐらいあるのと、あと金属バンドのものもいろいろ出てます。中にはゴールドタイプとかね出てて、本体のカラーもゴールドとこのシルバーとブラックっていう3タイプ出ています。はい。まあこれがね、正直現状のスマートウォッチ関連のものでは最強だなと。最強っていうのも、まあ、正直語弊があるっちゃ語弊があるんだけども、とりあえず Android と、iOS ね。
そのまあスマートフォンでの2強のもので見ると見た時には、これが一番いいなというふうに思っています。っていうところでとりあえずこのまま話を進めるんだけど、スペックをこっちに出しておいた方がいいよね、きっと。うん、ということでスペック出します。これもこっちで確認しながら話していきます。さっきね、円形ディスプレイっていうふうに言ったんだけど、実は1000円ではありません。解像度としては 320×290 っていうことになっていて、縦がちょっと短い。うん。その分、ここがね、こう三日月型っていうか、なんつうんだろうな。うん、ちょっと削られてるのよ。こう見てもらうとわかるんだけど、ちょっと待って。下部分が実は、ディスプレイ、液晶になっていません。ここに実はね、センサーが、ショートセンサーとかが入っていて、スマートフォン、と同じように周りの環境光を検知して、ディスプレイの明るさを変えたりとかして、省電力に役立てていると。で、プロセッサーが OMAP の3っていうことで、まあ、正直あまりいいプロセッサーではないんだけども、この中でやることっていうのは、スマートフォンと比べてね、なんかこうゲームをするでもないし、何をするでもないんで、結構それでも、まあまあ十分かなっていうところあります。そして、ラム、が 512MB で、内蔵メモリーも一応積んでいて 4GB ってあります。ね。バッテリーがね、320mAh っていうところで、これの後にいろいろ続々とね、Android Wear を搭載したスマートウォッチっていうのもいっぱい出てきてるんだけども、そういうものに比べるとちょっと少ない。正直ちょっと少ない部分があります。はい。そして、やっぱりスマートウォッチなんで、センサー系がかなり大事になってきます。はい。いろいろ言ってくよ。加速度センサーが球軸のものになってます。電子コンパスが入っています。ジャイロセンサーも入っています。心拍数センサーも入っています。そして環境光センサー、さっき言ったように入っていますというところで、ただ、GPS とか磁力センサーっていうものが入っていません。うん、GPS 内蔵のスマートウォッチって多分ソニーのスマートウォッチ3とか多分そこら辺の数機種しかないと思うんだけども、こいつとりあえず GPS は入っていません。そして気圧センサーもない。最近だとね、アウトドア系のに強いメーカーとかがそういう目的で気圧センサーを入れてきてたりもするんだけども、こっちには入っていません。はい。そして、3G 通信には未対応。ただ、この間の 5.1 のアップデートで Wi-Fi 通信には対応しました。なので、これ単体で通信ができるようになっています。一応ね、もう一回おさらいとして言っとくけども、このスマートウォッチっていうのは、とりあえずスマートフォン、もしくはタブレットっていう母管があってこそなんですね。そこに通信をさせて、それをこっちに飛ばして、表示するっていう形ね。これがもう、ちっちゃいサブディスプレイみたいな役割なんで、まあそういう形になってるんだけども、最近のアップデートで、こいつ Wi-Fi にも対応しましたよと。いうことです。今後の噂としてはね、Apple Watch もその Wi-Fi で単体でね、できることが増えていくよっていう話なんで、iPhone がなくても使えるようになるみたいな話も出てるんで、まあおそらくこっちのね、Android の方も、どんどんこいつ単体でいろいろできるようになっていくんでしょう。海外では実際にもう、SIM を入れて、3G とか LTE の通信ができるものが出てきています。で、さっき、手をね、洗う時にもつけたり、つけっぱですよ、みたいな話をしたんだけども、防水防塵に対応しているモデルになっています。で、もう一つ特徴としては、ワイヤレス充電、地位に対応していることがすごく大きいかなと。で、これを買うと、そもそも付属品で、こういうものが同梱されてきます。これがもう充電器になってて、このね、後ろ側がマイクロ USB を挿すとこになるんだけども、こうやって、置くじゃん、テーブルに。したらもうこれを、家に帰って外したらもうこうやって置くだけで充電が開始されてしまうというものになっています。もしくは、こういうね、これまあパナソニック製のチーのね、充電器だけども、このようにポンって置くだけで充電が開始されると。っていうところで、おそらく最近だとかなり安くなってきているし、最近 OS アップデートもされているので、まだまだ使える端末になっているかなというところです。あと、やっぱ大きいのは、こういう丸型、最近ね、LG とか、あとファーウェイであったりとか、そういうところがいろいろ出してきてますが、こういう円形のディスプレイっていうのは、やっぱりね、かっこいい。うん。
ちょっとね、その四角いディスプレイではない時のこの違和感っていうものが逆にかっこいいんだろうなと。レトロな形の中にデジタルが入ってきているっていう、その違和感、ギャップっていうものが所有している側としてはすごくかっこいいなと思っています。っていうところで、そのスマートウォッチの中のそのソフトウェア、どういう使い方をしているのかとか、まあどういう使い方が理想的なのかみたいな話は過去にしているので、そこら辺はちょっとね、今更かなっていうところがあるんで、あんまりお話をしませんが、さっき言った、このスマートウォッチの元360がなんで現状で一番いいのかっていうのは、なんだろうな、すごくもう最強、これがダントツだぜ、イエーイっていう感じではないんで、正直。なんだけども、いろんなところを組み合わせていくと、うん、まあこれが一番かなっていう感じです。まあただどっちにしても、新しいもの好きであり、そこまでなんだろうな、SF 映画ね、昔の SF 映画でできてたような夢のようなことが起きるみたいなイメージをあんまり持っていない人、まあ今これぐらいだよね、でもかっこいいから許せるみたいなぐらいの人の方がまだスマートウォッチおよびまあ Apple Watch もそうだけども、まだおすすめできるかなと思います。ということで、まずこいつのね、利点っていうところを考えていこうと思います。とりあえずスマートウォッチなんで、まず通知機能がやっぱ最強ですよっていうところは、まあ Apple Watch にも共通していることだけども、それがやっぱり一番便利です。うん。メールが来たらすぐアーカイブしたりとかね、よくわかんないメールとかいらないメールとかもいいやっていうものはすぐアーカイブしたり返信したりすることもできるし、およびメッセージもそうだし、で、LINE なんかも、読むことはできるし、返信もその場でできます。ただ、音声の、返信。で、あとはメッセージとかも、とりあえず手書きで、なんか、絵文字みたいなの送ったりとか、あとはもう、それも音声でね、パラララって言ったものを送るみたいな感じです。一応キーボードアプリなんかもあるんだけども、もちろん入れて使ってみてもいいと思うけど、無理だから。そこは無理。これでキーボード操作してフリック入力とかやったりとか、いろいろして文字入力っていうのはできるけど、全然おすすめしません。で、あと、LINE これで見ても既読になりません。どんなに長い LINE でも既読になりません。はい。で、あとはね、その防水防塵っていうところも安心して使っているところですね、やっぱり。IPX の7とか8とか、1メートル沈めて30分1時間大丈夫ですっていうところまではなってないんだけども、最近のそこそこのスマートフォンの、防水性能ぐらいまでは搭載されているので、まあ普通にこれをつけて手洗ってても大丈夫だし、そういう意味ではかなり安心して使っています。で、もう一つが、この周りが、これ確かね、ステンレス製なのよ。なので、アルミよりも、結構俺これ、時計ってぶつけちゃうんだけど、結構ね、傷ついていない。ちょっとはね、もちろんついてる。ちょっとはもちろんついてんだけど、あんまりついてないっていう感じです。で、そしてもう一つ、他のね、スマートウォッチと比べて抜きに出てるのは、やっぱりワイヤレス充電に対応してるっていうことだと思います。他のね、アップルウォッチなんかは、マグネット式でパツンってやったら充電されますっていうもの。ね、あれも実際にはもう別にカチッてはめるわけではないんだけども、なんかこうそこに持ってかなきゃいけない。ね、その端子を持ってかなきゃいけない。合わせなきゃいけない。っていうところでしょ。で、他の、Android Wear に関しても、例えば USB、スマートフォンと同じように USB をプチュッと入れるとか、専用の充電器にパチッとはめるとか、そういうことが多いんだけども、こいつはとりあえず置くだけ。なので、そこがものすごく楽。ほんと楽。もうだって帰ってきてこれにポンって置いちゃえば、もう充電されるので、それがすごく楽です。はい。もうそこだけでも、すごく、俺は他のスマートウォッチと比べて、便利だぜって思えるところなんだよね。それぐらい、今後、こういうスマートウォッチ系のものは、ワイヤレス充電必須だと思う。もちろん、かっこいいものっていうのはいっぱい出てて、俺も、LG ウォッチアーバンを買おうかなっていうふうに思ってたりもするんだけども、残念なのは、ワイヤレス充電に対応してないことなんだよ。そこだけがネックで、今一つ、こう、手を伸ばさない。で、Apple Watch も、なんか、あまりもあれだな、みたいな感じで手を出さない。理由の中の一つで、やっぱりワイヤレス充電に対応しないことは、大きいですね。で、そしてね、最後、残念なところを言ってこうと思うんですが、
正直あんまりないんだけども、まずディスプレイの解像度かな。うん、ただこれはバッテリーであったりとか、中の動作の速度にも関係してくるんで、要は今積んでるね、CPU が非力だったりするし、バッテリーがね、少ないっていうところもあるんで、一概にはね、そっちの方がいいって言えないんだけども、もうちょっと解像度、あともう少しでいいから解像度上げてほしいなというところです。やっぱりね、最近のね、スマートフォンを見慣れている人間からすると、ちょっとね、荒く感じるところがあるんですよ。で、こうやってるんで、結構スマートフォンと同じぐらいの距離で見るのね。やっぱりだからドットが分かっちゃうの。うん。もちろん、バッテリーとかそういうところが大事なんで、一概には言えないんだけども、できるのであれば、解像度を上げてほしいなというところです。で、もう一つは、もう今言ってるようにバッテリー。一応これね、OS のアップデートで、その OS 自体のアップデートがちょっとバッテリー持たなくなるよみたいな噂があったんだけど、実際に使っていて、1日半は持ちます。1日半は持つ。普通に使っていてね。なので、そこまで苦ではないんだけども、やっぱりこの時計として捉えた時にはもうちょっと欲しいなって思う。これがだって旅行に行ったりとかしたら完全に俺はチーの充電器を持ってかなきゃいけないし、ね、もしかしたらその時スマートフォンはチー対応のものでもないものを持ってたりもするわけじゃない。その時にはやっぱスマートフォン用のバッテリーもしくは充電器とこいつ専用の充電器もしくはバッテリーを持ってかなきゃいけなくなってしまうんで、そこですね、もうちょっとバッテリーは持ってほしい。一週間ぐらい持つようになってくれるのが理想かなと思っています。そういう意味では、他に出ている、こんなね、カラーのディスプレイ、大きいディスプレイじゃない、カシオのものであったりとか、ペブルであったりとか、ああいう電子ペーパー式のものであったりとかっていうものの方がいいのかなっていうところです。時計として捉えた場合。っていうところなんで、いいところも悪いところも、それぞれやっぱりあるものです。これはもう元360だけに限らずスマートウォッチっていうものがまだまだそういうものなんですよ。で、実際それはもうスマートフォンであってもそうなんで、しょうがないとこなんだけど、どっちにしてもまだまだスマートフォンよりも完成度が低いものなんです、スマートウォッチっていうものはね。で、今後おそらく元360の後継機も出てくるはず。噂もいろいろ出てきているし、なんかリーク画像みたいなのも出てきているんで、いろいろ期待はしてるんだけども、まあ引き続きね、このシリーズを出していくにあたってお願いしたいのは、円形ディスプレイでおよびワイヤレス充電っていうのはなくさないでいただきたい。やっぱそこが一番のこいつにとっては強みになっている。逆に言ったらそこを他の端末が搭載したらじゃあどこでっていう話なんだけども、今のところこの円形ディスプレイでワイヤレス充電っていうものは他にはないので、まあまだまだ個人的にはこいつがいいなというふうに思っています。で、今後としてはこのベルトを金属にしたいとかっていうふうにいろいろ思っているので、その交換動画とかもやっていけたらいいかなと思っています。ちょっと細かいね動画にねそれだだっとなりそうなんだけども、普通の時計みたいにちょっとかっこよくしていきたいなと思っていたりします。というわけで元360改めてお見せしました。技的を通過したからね、よかったね。一応、リンクの方に、まあ、そのジェットストリームのリンクであったりとか、まあ、多分 Amazon でも買えるんで、そのリンクであったりとかっていうのを貼っておきます。興味のあった、ある人は、そして、お決まりの最後こうやって噛むっていうところですが、興味のある人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで、また見てな。バイバイ。